定価170、80ぐらいの車が250、60で販売すると70万とか80万の上がりが一時ありました。こちらの中古軽自動車販売店では2年ほど前から価格が上昇し、一時は4割以上も高くなったといいます。一体その原因は、そしてお得に購入できる時期とは。一時は4割以上も価格が上昇したという中古車販売店、現在も高止まりの状態が続いています。購入を考えている人は、他のお店とかも行ったんですけど、やっぱり100万は超えるんだなっていう感じで、そうです、意外と高いなと思いました。もう新車みたいな車なんで、ここにあるのはね、いい車ばっかりなんで、だから、ちょっと検討してから。なぜここまで中古車の価格が高騰しているのでしょうか。自動車雑誌の編集長は、新車の納車に時間がかかることが原因だと分析します。初めて中古車を買いました、初めて中古車を検討してみましたっていう方が確実に増えてますね。1年待って新品のものを買うんであれば、3ヶ月で2000キロ走っている中古車を買った方が良いっていうふうに比較検討されてご判断されているっていうイメージだと思います。コロナ禍による世界的な半導体不足や海外の工場の閉鎖などによって、自動車の部品の生産が滞り、新車の生産が追いついていないのです。国内の大手メーカーでは、一般的な車種で納車までに1年以上、長いものでは4年かかるケースもあるといいます。新車がなければ今欲しい人はどうしても高くても購入しますよね。中古車販売店で特に人気を集めているのが未使用車と呼ばれるものです。メーカーの展示や試乗用に使われていたもので、ほとんど走行していません。少し前のデザインになりますが、価格は新車より20万円から30万円ほど安くなります。高値が続く中古車ですが、価格が落ち着くには新車製造の回復が条件になるといいます。それはいつ頃になりそうなのでしょうか。半導体の供給がどうなるかということなんですけれども、来年くらいには正常化がされるのではないかなというような分析がされています。年内は高値が続きそうですが、来年になると新車の製造が徐々に正常化し、中古車の価格も落ち着いていきそうだといいます。ただ懸念材料もあります。中古車はロシアへの経済制裁の対象から外れているため、輸出が増えているのです。7月の実績が出ておりますけれども、函館税関の道内からの輸出はですね、前年に比べて5倍くらい増えてますね。価格は高止まりする可能性があるということでもあると思いますね。ただお得に購入するチャンスがあります。それはレンタカーが観光がね、ちょっとやっぱり鈍ったんで、ちょっと大量にやっぱり同じ車種だけど大量に入りましたよとか、そこはやっぱり足運んでいただいて、ちょっと密にこう会話していただいた方がちょっといいかなっていう気がしますね、今はね。レンタカー店などから大量に入荷した場合は、安いものも出回る可能性があるといいます。また決算期前の9月と3月はキャンペーンが多く、お手頃な車もあるということです。